はい、2月26日土曜日ね、パナソニックのね、リニアバリカンをね、昨日買ったね。リニアってついてるからね、リニアモーターかなんかかなと思ったら、普通の回転モーターだと思うんだよね、回転して。まあ今までの形式と同じで、モーターのパワーが上がった。で、中の構造が変わったかどうかはわかんないけどね、モーター、リニアモーターっつうのは回転しねえと思ったけど、確かね、直線運動だと思ったけどね。まあとにかく買ったら音からして違うね。替え刃もね、何年も使ってるっていうのは、いつ買ったか忘れたぐらい使ってっかね、多分10年ぐらい使ってんじゃないかな、替え刃。あの古い方は。で、電池もへたってるし、落としてね、そこら中割れてるしね。だから新品がどういうことになるかね。だからこの先ね、その古いパナソニックのバリカン、替え刃を買って、電池交換して、どうしようかなって感じだね。くそね、1年に1回か2回、2人でバリカン使うときあるんだよね。そのとき電気バリカン、100ボルトじゃなくて、やっぱパナソニックの使うから、パナソニック1台だと足りねえかなって気がしねえでもないんだよね。とりあえずね、新品のプロ、リニアバリカン使ってね、どのぐらいどうなるかね。今ね、白髪のお客様ね、三つ襟の毛がね、耳の下あたり、後ろ下あたりの毛が真横に生えてんだよ。真横に生えてんだから、やっぱり出てきちゃうんだよね、変にね。だけど、コーミングしてカットすると別に不具合ないんだよね。だからもうそれはそれでつまんで、そぎ切り？若い人だとね、あまりこういう変な状態にはなんだけど、年配になるとね、いろんな生え方が出てくるっつの、耳の後ろあたり。襟足の毛が半端に硬かったりね。で、ちゃんと横に入って、真横に入ってるっつの？なんも、つまんでそぎ切り。美容師目線だとね、あまり不具合に見えないんだけど、お客さんがね、座って見てるとね、すごくなんか気になるみたいね。なのでそういうのはもうつまんで切るしかないよね。2ブロックって言えば2ブロックだけど、刈り上げになんない程度に、まあ、切り落とし。うん。はいお疲れ様でした。